はい、こんにちは。今回なんですけれども、最近ね、ピクミンブルーム、どうやらね、そのアップデート、まあ結構毎回あるんですけれども、そのね、アップデートがあるたんびに、ちょっとずつね、ゲームが遊びやすくなってる。そのアップデートが何があったかってよく書かれるじゃないですか、何々がどうこうって。で、その細かな改善のところでかなりね、遊びやすくなってるという、ね、話をね、聞いてるんで、そちら紹介できたらなと思います。どういった機能なのかというと、最近ピクミンブルーム、まあイベントが毎回あるじゃないですか。そのどんなイベントがあるかをね、その調べるためのショートカット機能というものがね、かなり充実してきています。どういうことか紹介していきます。はい、まずはね、イベントのこのページに飛んできました。で、一番最初に紹介したいのは、このイースターのね、チョコを集めるお題ですね。まあこれ毎回最近あるじゃないですか。このね、お題が、今どれぐらいでね、どのぐらいの進捗なのかっていうのね、調べる方法があって、もうそれは簡単で、本当にこれタップするだけです。タップして、なんとタップすると、ピンポイントで、このね、イースターのね、エッグデコピクミンの苗をね、集めようのね、そのお題の、ほら、この大事な画像だったりとかがね、表示されるようになってるんですよ。で、イベントのこの内容も、まあ、結構長いけど、まあ、こんな感じでね、まあ、おさらいすることができるというか、非常にね、これが便利なんですよね。だ僕の場合、今どんぐらいだったっけ？お題18まで来てて、チョコ9000集めようだから、もう、で、このね、このお洋服、この編みアバターが一番最後だから、じゃあそろそろ終わりだねってことが、まあ、簡単にね、調べることができるようになります。これ便利ですよね、めちゃくちゃ。で、お次はこのウサギエッグのね、このデコピクミン仲間にしよう。これのね、ここの矢印みたいなのがあるんですけど、これタップすると、これもね、ありがたいことに、イベントのね、お題が一発で表示されるようになります。これ非常に便利ですね。このね、イベントのお題ね、まあ、最近はかなり親切に実は作られてて、まあ、キノコをね、壊すお題ですね。キノコを壊すお題ってね、大体連続されてるんですよ。こうやって連続して作られてて。で、昔ってね、キノコを壊すお題が飛び飛びだったから、どのタイミングでキノコを壊すのかっていうのを、まあ、考えながらね、遊ぶ必要があったんだけど、最近はもう、次も絶対キノコのお題があるから、まあ何も考えずにとりあえずキノコ入っちゃっていいやみたいな感じで、まあ、遊べるようになったんですけれども、それでもね、次に使う花、例えばこのスイートピーとか、まあネモフィラ次使うんだみたいな、じゃあ集めとこうかみたいな、黄色スイートピー使うんだ、じゃあちょっとね、保留にしとくか、保留とかちょっと集めておこう、黄色のキノコにたくさん入っておこうかみたいな感じで、作戦を立てることがね、できるんですよ。これがね、結構ありがたい。で、僕も毎回、まあ動画とか、まあね、貼り付けてますよ、このお題を。貼り付けてるんだけど、それはね、いちいちね、その確認ね、やっぱしに行っちゃうじゃないですか。これ、まあ画像を保存して、保存した画像を探してってやってたらね、多分そっちの方が時間がかかるっちゃうんですよ。だから、このイベントのお題をね、再度確認したかったら、この画面から、こうやって飛ぶ方がね、多分早いんですよね。うん、イベントのお題を再度確認したいときは、このショートカット機能を使ってみてください。多分ね、これをする方がね、簡単にイベントのお題に、ね、アクセスすることが、まあ、できると思います。イベント内容のね、振り返りの方法、まあ、ショートカット法はこれで紹介以上なんですけれども、まあ、その他ね、便利に使えるね、ショートカット機能などね、紹介していきます。キノコに入るときにピクミンのね、頭に花が咲いてるとお仕事力が高くなります。ただね、この花ってね、いつ咲かせるのがいいかっていうとね、キノコに入る直前に咲かせるのが一番いいです。まあこれお仕事力をその高い順に並べて、低い順じゃなくて高い順にこんな風に並べます。まずソート機能で、で、あ、次はお任せをします。で、お任せをした後にこのちょっと下の方で分かりづらいんですけど、このエキスボタンありますよね。このエキスボタンポチッと押せば、直接ここからね、ピクミンにエキスをあげることができます。これね、なんかね、毎回ね、紹介し、動画で紹介した方がいいってぐらいね、便利な機能でね、意外とね、これ何度かやってるんだけど、知りませんでしたって声をね、いただくことが多いです。この、キノコ待機画面からエキス上げる方法、これね、便利だから、ぜひともね、覚えておいてください。はい、これで入っていくと。これで、速攻最高戦力になりました。ちなみに今のお仕事力の最高値、10,920 ですね。だいぶ高くなってきたね、もうちょっとで。10,000、12,000ぐらいまでいくんじゃないかな。で、これ、ミーの編集。そう、アップデート最近あって、このミーの編集というものが、ね、なんとここからできるようになりました。これは、地味アップデートってやつですね。うん。使うときは来るかな？
お次はですね、特定のピクミンにエキスをあげたいとか、特定のピクミンを検索からネタ引っ張っていきたいとか、まあ、そういったねピクミンに関するショートカット機能を紹介していきます。じゃあどうしようかな。エキスをあげるにまずやりますか。ピクミン、特定のピクミンにまあエキスをあげるためには、じゃあまずこの隊列をマックスにしてはいけなくて、ある程度ちょっと減らしておく必要があります。事前準備としてね。じゃあ今回は仲良し度がマックスになってない、カレーピクミンでも引っ張ってきますかね。その時に使えるのがここのデコ一覧です。これデコ一覧タップすると、まあ、ピクミンをね一気に調べることができる、まあ、ピクミンのね図鑑になってるわけですけど、この右下のカテゴリー一覧からカレーのアイコンをね探します。カレーピクミン実装がね新しいから、下の方にありますね。タップして、はい、これでね呼び出しが、これでねほら呼び出しができて、でここのねカレー屋さんってところタップします。そうすると自分がね持っているカレーピクミンがまあ一覧で並ぶわけですよ。こんな感じで。じゃあ紫を仲良しであげますか。はい、紫ピクミン引っ張ってくることできました。でここのねプラスボタンを押すとピクミンをね拡大してこんな風に見ることもできてしまいます。でお次はねここのね隊列に加える、これをね押していきます。これでまあ準備は完了で、またね隊列画面に戻ります。はい、そうするとね先ほどいなかった紫ピクミンを隊列に加えることができました。で紫ピクミンをタップして、でねここの右下にあるこのエキスのボタン、これを押していきます。はい、それをすることで特定のピクミンにのみにスペシャルエキスを上げることができるようになりました。スペシャルエキスってね便利なアイテムなんですけど、ちょっと使い方が若干難しいというか、っていうのも仲良し度がすでに4以上になっているピクミンにも上げることができてしまうんですよね。っていうのも仲良し度、まあ、ピクミンをデコ化するだけだったら、まあね、仲良し度その呼んで止めておくのがいいんですよ。今これまだ 3.5 だからもう1個上げとくか。はい、これ4になりましたね。この状態で止めておくのがいいんですよ。まあ、5、6、7、8まで上げてもいいんだけど、ピクミンをデコ化するっていうのが目的だったら、仲良し度4以上のピクミンにあんまりスペシャルエキス上げる必要ってないんですよね。だからこのスペシャルエキスを上げるときは、特定のピクミンを、まあ、今のやり方でもいいんだけど、まあ、こんな感じでね、ちょっと待ってください。ピクミンのソートから、仲良し度を低い順に並べていきます。はい、低い順に並べていって、で、まだデコピクミン化していないものをね、こうやってタップして、まあ、選んでいくと。こうやって選んでいくと。で、選び終わったら、ここのね、下のハート。ここのエキスボタンを押してこうやって上げていくと、まあね、スペシャルエキスを、ね、無駄に上げてしまうということがなくなります。スペシャルエキスを上げるピクミンをあらかじめこうやってね絞ってから上げることをね強くお勧めします。はい、ってなわけでね、今回はピクミンブルームのイベントとかで使えるショートカット機能とね、あとはまあそれ以外にもね使えるショートカット機能を紹介していきました。参考になりましたら幸いです。ということで今回この辺で以上とさせていただこうかなと思います。で1個あるんだけど、最近全く YouTube ライブちょっとやれてないというか、ちょっとね都合がつかなくてなかなかやれてないですよ。でもやりたいなと思ってるから、近日やろうかな。やるの出し渋ってるわけじゃなくて、やる時間がないってだけなんですけどね、ちょっと YouTube ライブまたやれたらなと思ってます。それじゃあ今回この辺で以上とさせていただきます。ありがとうございました。